こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿のねリレーずいぶん続いてますけども、まあ、どうですかね、こうやって YouTube ばっかりやってる人生ってのは、まあ少数派であり異端でしょうね。私はね、よくこの自分が常識人ではないってことをよく自覚するんですよ。いやもうそれはね、取ってつけたように、いや自分はね普通じゃないからねっていうのとは全く違って、まさにですね、何日も部屋から出ないとかね、誰にも会わないとかあとはそうですね、まあ意見とか考え方は全く合わないですね。まあ、YouTube で私は素直に自分の考えをお話しするんですけども、まあ、そうするとね、やっぱり反感は買いますね。多くの人と考えが違うんですよね。常識的でもないですし、まあいわゆる空気を全く読まないと。私は自分の人生を生きてるんで、誰かの都合に合わせてとかね、誰かの気分をおもんばかってとかやらないわけですよ。もちろん迷惑がかかるのことはやらないですよ。でも言論っていうのは、みんなね言うことを間違うわけなんですよ。で 100% 正しいことを言える人ってあんまりいないんですよね。でもたまに失言をすると、それをね妙に追求する人っているんですよ。まあそういうのが好きなんだからしょうがないですよね。まあですも、何と言いますかね、そうですね、あ最近ね吉谷さん、こういうことがあったんですよ。まあ私町内会での活動もしてるんですけども、私はですね、今流行りの感染症っていうのがそんなに恐れるものではないと思ってるんですよね。それこそ外出せずに、どこにも行かずに会社を止めて、そこまでやることはないと思います。まあ、まさにね、それをやると死人が出るんですよ、経済的死人が。だからその経済的死人が多くてもいいんだっていうんだったら、それはもう随分自粛すればいいと思うんですよね。でも自粛も行き過ぎると、まあだんだんね自粛しなくなってきます、人は。で、まあそろそろいいんじゃないのみたいな感じに結局なるんですよ。で、私はそれを早めにやってるんですよね。いやもう自粛は限界があるから、もうそろそろ経済に移った方がいいよと。で、私は別に家から出ないんで同じなんですよ。でもいわゆる多数派と言われてる人は自粛に慣れてないんでね、怒りの矛先をどっかにぶつけようと思ったりとか、自粛を最初はね、なんとか工夫しながらやるんですけども、じゃあ一生やるのかなと思ったら、それはそれでね、困るらしいんですよね。で、今私が自由な発信をすると、それは確かに叩かれますよね。でもね、すごく面白いことが起きたんですよ。それはですね、まあ少数派なんだけど、いや久保さんはね、すごくいいことを言ってくれた、自分もそう思ってた、でも世間的な風潮があって怖くて言えないし、自分は心ならずも周りの人に合わせて窮屈なものをしながらね、こんなことしなくてもいいんじゃないかなと思いながらも、家族にも言えなかったって言うんですよ。で、私の方にね、そういうメッセージを告白してくれて、すごく勇気づけられましたと。どうせ一寸先は闇だし、誰も正解は分かんないんだから、自分の頭で考えてならまだしもね、みんなが言うからそうしてるっていうのは本当に日本人的で、そういうのをね、子供にもそうなるなって教えたのに俺がなっていましたみたいなね。でもその上でね、その上でだからといって私はカミングアウトをできるほど勇気がないんで、久保さんを陰ながら応援してますというふうに近所の方からメールが来るわけですよね。で、だから嬉しいなってことではないんですけども、結局ね、同調圧力って思ったより強いんですよ。で、しかもね、そう思ってます、私も同意ですっていう人はあんまり出てこないんですよ。ただコメント欄とか書かないわけですね。コメント書いたらバレちゃうんで。まあ、ですんで、こっそりメールくれるんですよ。だから素直に感じてることっていうのはなぜかね、こそこそするんですよね、人っていうのは。で、みんなが思ってることを表現するのは、もう自分が肯定されるもんだから堂々と言えるわけなんですよ。でもそういう人生って平凡すぎるなと思うんですよね。もちろん平凡を目指してるんだったらいいんですけども、平凡に生きてる人って平凡に不満があって、平凡にイラついて、平凡に浮気願望があって、平凡に幼い頃に戻りたくてって感じで、もうあっちこっち行っちゃってるんですよね。で、私は本当は平凡だから常識的だとか関係なく、自分の心のままに生きてるだけなんで、まあ、確かにね、友人はできませんよ、職場もありませんよ。そういうこと考えたら、まあ他の人から見たらね、友達もいなくって、職場にも出勤せずに変わった人だねって、自分勝手でね、何考えてるのかってなるかもしれませんけども、でもどうなんでしょうかね、私はね、他人っていうのはいつか去っていくと思うんですよ。だからそんなに気にすることはないかなと。必要最低限、争いが起きない程度に合わせていくと。それはですね、本心を隠して合わせていくんですよ。ただね、ただ言葉はちゃんと使います。私はこう思ってるけど、でも行動は誰よりも、そうですね、今ね、私感染症はどうってことないっていうふうに申し上げましたけども、でも感染症を気にして、
ビクビク生きてる人以上に私は感染対策パーフェクトにできてますからね。でマスクをね、私まあ、2万枚って言ったんですけど2000枚の間違いでした。2000枚あるんですよ今手元に。でそれを自分も使うけども今ね無償でいろんなところ送ってるんですよ、うん、でみんなマスクがないとか言って使い回してるわけじゃないですか。私はいつも新品を使ってるんですよ。でマスクって今自由に手に入るんですよね。っていうか1日たりとも手に入んないことはないんですよ。通販したらすぐ来るんですよね。でそこに多くの方が難色示してるのは通販を使ったことがなくてその存在を知らなくって常識的にドラッグストアに行ってるか常識的にスーパーに買いに行ってるかなんですよね。だからそういうふうな常識で買いに行くところにはないわけですから、まあ新しい常識というかね、まあ、通販の世界に行けば世界中からマーケットを引っ張ってこれるんでそれはありますよって話なんですよ。これが一つ。もう一つはですね、常識的な値段じゃないから買わないっていうわけなんですよ。そうなんですよね。マスクが安かった時のことを考えてその値段ばっかりずっと考えてるから高くて買えないってなりますけども、いや仮にね50枚買ってそれが5000円でも6000円でも高いかなって私は思うんですよ。必要としてるものが今ね1枚100円で売ってるんだったら買えるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから感染症をすごく恐れるんだったら100円程度は払えるはずなのに、感染症を恐れてるのにそれ以上にお金がなくなることをねやっぱ恐れて買わない、使い回してると。安全なのか危険なのか分かんないものをそのまま使ってるとかね。まあその矛盾だらけが人生なんで私はそこを批判するつもりはないんですけども、まあ冷静に考えていくとね、人っていうのはよく分かんないまま生きてるんだなと思うんですよ。まあですんでね、人の常識に合わせて正解かどうか分かんない、しかも自分の思いの通りではないっていうふうに二重にダブルでね、なんか残念な思いをするよりも、まあ、せめて自分の思い通りにやったぞ、思い通りにやった結果いろんな失敗したぞ、ミスしたぞ、人とぶつかったぞ、自分が死んだぞ、いいじゃないですかって形なんですよ。私は死ぬまで自分の心のままに正直に生きていこうかと思うんですよね。いやそれが許されないんだとしたら私は社会から離れるだけなんですよ。だからまさに隠居なわけですよね。誰とも関わらずに、誰とも利害関係もないですし、挨拶はきちんとするし、義務は果たすし、人にお願いされたらきちんと、ね、遂行するし、問題はないと思うんですけどもね。まあ、それで問題があるんだったらどうぞ私を排除してくださいって話なんですよ。私は誰ともね付き合わずに生きていこうかと思いますんで、付き合う必要ないですからね。だからね、むしろ誰かと関わんなくてはやっていけないから、その関わりを維持するために心にもないことをね言ったりやったりしたりとか、それから自分の気持ちを深く考えずにね、みんなが気に入るようにっていうのを優先的にやるっていう、この日本人敵っていうのはある意味すごくこの国を支えてきたんでしょうけども、まあ俺は違うよねって感じですよね。非常識なんで、わざわざ非常識になろうとしてるわけではないんですよ。素直に生きていったら多数派じゃなかったなっていうところなんですよ。でその最たるものがこの YouTube で暮らしてるってことですよね。こんなわけのわかんない YouTube でね喋ってるだけで暮らせるなんて非常識にも程がありますよね。でしかもなんか勝手なこと言ったら怒られるコメントも入ると。でも怒られるコメントが入ったところですら私は収入なんですよ。それがもう本当にね、どうぞ、怒ってくださいみたいな感じになるんですけども、ただだからといって私は口論は吹っかけません。もうね、何を言われてもあなたの通りですっていうだけですね。心とは裏腹にあなたの通りでございますっていうだけですよ。ね、私と口論したいんですって言えば口論わざわざねしに行きますけども、まあ時間がもったいないですよね。で、私がそれがねやるぐらいだったらやっぱり YouTube をどんどんやればいいのかなと思いますしね。相変わらず今日も部屋から出ずに誰とも会わずに、なんかこれが人生なのかな。いやいいんですよ、他人はいつか去っていくんで。どんなにね仲がいい人、どんなにね人に囲まれていても、いずれその人たちは去っていくんですよ。だから私はね、死ぬまで一緒にいる自分という存在だけを味方にすればいいのかなと思うんですよね。でたまに関わる人がいるとしても、それは瞬間的なもので一時的なものなんだろうなと私は思いますね。はい、それでですね、結局何が言いたいのかってことなんですけども、みんな去っていくってことなんですよ。ビジネスをしてる人もしてない人も結局去っていくんですよ。しかもそれは自分の都合でです。致し方がなくとかね、やむにやまれずって言いますけども、結局は一身上の都合でやめたり続けたりするんですよ。まあその辺は私と一緒ですね。自分の心に素直に究極的な判断っていうのは結局自分でしてるわけなんですよね。そう考えたら仕方がなく決断せざるを得ない人生っていうのも、まあその人の意思なんだろうなというところに返ってくるかなと。さあそれではですね、ネットビジネスに参加してそこから去っていく方、いると思うんですけども、その先に自分の人生待っているんですかね。
私はそれだけがね非常に心配ですよ。まあ、心配ってほど心配してないんですけども、ただ私はね強く望んでいたんですよ。速稼塾に今まで7年8年やってきて、速稼塾に入りたいですっていう人の熱意を私は信じてね、その人がしっかりと自分の人生を、思い通りにやってくれるかなと思って、私も全力でねぶつかっていくんですけども、まあいつの間にかそういう人も、いなくなると。ビジネス成功して一本立ちするっていうのはまあいましたけども、でも逆にですね、ビジネスを諦めて元通りの暮らしにまた戻っていくというね、手放さないでほしかったなと思いながら、今日も夜が更けるということでございます。風強いですね。吉谷さん、俺たちは何をやってるんでしょうか一体。異端すぎるでしょこの暮らしは。もうねえ、いや何やってるんでしょうね。いやすごいいい人生だなと思うんですけども、なんか誰かの役に立ってるのかな、まあ、役に立ってるとは言ってくれるんですけども、どうなっちゃうんでしょうねこれから我々は。いってらっしゃい。